ああ、看護師長。待っていたよ。いろいろと迷惑をかけて申し訳なかったね。けど、もう良くなったから安心してくれ。よくよく考えてみたら、もう一人の自分を見たってのは、多分メンタルがやられてたせいで、幻覚を見たんだと思う。長時間働いて、頭がぼーっとしてたから。なるほどね。それでも、必要な検査はやらないといけないのよ。まずは深呼吸して、力を抜いて。午前やった検査と同じ手順だから、その準備をしましょう。午前中はひどく緊張してて、どう検査したかよく覚えてないんだ。最初は何をするんだったか。思い出せなくても大丈夫よ。まずは認知能力の検査ね。さ、集中して。うちは何指を出してる？ああ、小指だ。検査結果は全て正常範囲内ね。やっぱり過労による幻覚症状だったのか？確かに過度な労働で精神障害を起こすケースは以前にもあったけど、それを防ぐためにうちは生産エリアに行ってみんなを観察してたのに、どうして今回は気づけなかったのかしら。あ、いや、看護師長の責任じゃない。俺がうまく馴染めなかったせいだ。だからちょっと疲れたくらいでおかしくなってしまったのさ。看護師長、心配してくれてありがとう。今は一刻も早く慣れ親しんだ部屋に戻ってゆっくり眠りたいんだが。確かに慣れない環境では疲れが取れにくいでしょうね。分かった。観察室から出ることを許可するのよ。2日間の休暇を申請してゆっくり休んで。ひとまず観察者リストから消しとくね。あ、面倒をかけるな。オディロンさん、彼を部屋まで連れて行ってもらえる？ああ、わかった。今日はちょうど管理エリアの夜間巡回を担当してるんだ。責任を持って送り届けよう。これが最後の仕事だよな。ええ。あ、そういえばスキンケア用品の改良がまだだったのよ。別に急いでないから大丈夫だぞ。もう遅いし、シグウィンも早く休んでくれ。じゃあ明日時間を見つけてやってあげるね。旅人、パイモンちゃん、おやすみ。ゆっくり休んでちょうだい。うん、心配するな。今日はいっぱい仕事をしたから、オイラもこいつもぐっすり眠れると思うぞ。シグウィンもちゃんと休んで。